田中火山と東田中火山田中島の位置。田中島田中島はアリューシャン列島アラスカ州アンドリアノフ諸島西部にある島。面積は204平方マイル。最高点は5925ヒートの田中火山。長さ43キロメートル、幅38キロメートル。最寄りの有人島は約62マイル西のアダック島である。また、いくつかの大きな滝がある。 無人島であるが、アメリカ海洋大気町の海図には、数軒の簡素な小屋があり、島の東には、アレウト族の村もある。哺乳類は生息しない。アダック海軍作戦基地の補助として1943年7月に、海軍の緊急着陸場が設立された。1943年、島南西部のラッシュベイ近くに、CB が滑走路、小型船山橋、 経流区域、オフィスや倉庫、ラジオ施設、調理室や食堂、診療所、4マイルの砂利道を建設した。この施設は1945年に放棄された。完成棟はまだ海図に表示される。田中火山の最後の噴火として知られているのは1914年である。1763年から1770年、1791年、1829年にも、 噴火が報告された。これらの噴火の報告は曖昧だが、火山の側面上の堆積物は、典型的な噴火が、ブロック状溶岩流と、時折火山灰の雲を生成することを示している。噴火は、山頂口と火山の北東側面にある5197フィートの、付属噴気口の両方から発生している。すぐに、西のサジャカにある田長火山は4443フィートの、 コンパウンドエディフィスである。テイコアンア S4754 フィートハイの頂上は過去数千年の間にハイと溶岩流を噴出している4つの若いクレーターを除いて大部分が氷に覆われている。テイコアンア S エディフィスの一部が熱水変出され不安定になることがあり制限された岩屑な誰が起きることがある。サジャカやテイコアンアの噴火は 歴史上全く知られていないが、調査によると最近、噴火が発生したことが示され、田中に起因するのではなく、他の噴気口から来ている、可能性がある。ありがとうございます。